虫歯で歯痛いって相当虫歯でかいです。お口開けてください。地元美容かおりです。あなたのことが好きだから。どうも若林翔です。今の誰チャンロンゴさんのパクリです。先生ファンの方申し訳ないですということで、はい、今日はちょっと僕一個トピック持ってきました。あ、何ですか。この特徴があると 100% 虫歯。おお、虫歯ね。これね、虫歯ありますよね。あるような気するんですとか言い張る方いてはんねん。いてはりますよね。なんでそんな思うんですかって私聞くもんね。不思議じゃない？虫歯あると思うんです、なんでわかるんって思ってるんですよ。なんでわかんねん。聞くのは、中にはね、もう明らかに黒いんです。穴開いてるんです。みたいな人はやはります、中に。それはね、それはもう、まあ、核じゃないですか。だいぶ上から思ったよ。あとはなんか歯医者行ってないから、ここ私歯多分やばい、絶対虫歯ありますみたいな人もやはりますね。長いこと歯医者に行ってないから多分あるんちゃうかなみたいな感じね。そうですなるほどなるほど。他はなりやすい体質なんですとか言う言い張る人もいますね、まあでもなりやすいなりにくいはあるのかなとか思う。どういう意味それは。もともと唾液の量が多いとか少ないとか。そうやね、唾液の質もあるし、持ってるばい菌が虫歯菌多いかどうかも関わってくるし、それはもう唾の検査をしたら分かるんよ、自分の要因がどこにあるか。予防書を思ってもちゃんとその原因によって違うから、対策の立て方が。ほんまは検査した方がいいと思うよ。もしみたいなもんですよね。もし、どこが分かってないか。そうどこが弱いのかみたいな。なるほどなるほど、そういう定期的なテストはせなあかんとみたいな感じなのかなって思ってます。うちでも唾液検査やってるもんね。やってます、はい、やってるやってる。受けてみたいな、そういえば。僕も受けたことないんですよ、まだ。ないんや。悲しくなるかもしれんけど、今度やってみようか。そう、やってみましょうか。ちょっと気になるという方、ちょっとコメントお願いします。見たよね、歯医者さんの口の中、どれぐらいばい菌おんの、虫歯菌おんの。おるね、絶対おるね。おりますね。ゼロの人っていないですよね。いや、ほとんど出へん人もいてはる。なんかもう最近やから、いるんかなっていうイメージでしたっけね。いや、生まれた時は虫歯菌って持ってないから。虫歯菌は持ってないねん。虫歯菌持ってないねんけど、虫歯菌を持ってるお母ちゃんとかお父ちゃんとかおじいちゃんとかおばあちゃんからうつるん。だから最近お箸も分けましょうとかさ言いますね。言うやんか、チューしちゃダメよみたいな。ダメダメっていうのはそこが。3歳ぐらいで自分の口の中もそうやねんけど、常在菌、自分の口の中のばい菌、ゼロじゃないからね、いい菌も悪い菌もいろんな菌があんねんけど、虫歯菌を定着させへんかったらほぼ定着しないって言われてる。だから3歳までめちゃくちゃ重要やねん。3歳までにだから甘いもんも食べさせたらあかんねん。でこれをやったらほんまに多少大きなってから手抜こうが虫歯にならへん。ならない人ってほんまにえってぐらい汚れついててもならない、ね、ならへんならへん。本当にそれはあると思う、うん、逆にめちゃめちゃこの人歯磨き頑張ってはるのになっちゃうんだよなっていう方やはりますよね、正直、うん、それはもう砂糖の取りすぎ。でも痛い言うてきはる時があんねんけど、痛いから虫歯やと思うんですって言うてきはんねんけど、しみるキーンとくるとかさ、冷たいものとか熱いものキーンってくるとかっていう痛みは虫歯やけど、噛んだら痛いんですっていうのはこれ虫歯じゃないからね。噛んで痛いのは歯を支えてる周りの歯茎のとこにも神経血管あるから、そこに助けてっていう SOS が来てるわけやから、根っこで産んでるとか歯周病とか歯茎の方に問題があるから、歯に問題あるときは歯の中の神経が助けてって言うからしみるっていう感じ。でそっちが虫歯やね。出られへんぐらい痛いんですみたいなのは虫歯やったりする。虫歯で神経やられてきてるかな、まあね、根っこの時もあるけど、神経やられてきたりするね、まあ、そういう時はだいたい虫歯でいってるなっていう、ね、だいぶ大きい虫歯やね、そうなったらね。結構これ多分見てはる人で知らんっていう人も多いと思うんですけど、虫歯って歯が痛いイメージあるけど、虫歯で歯痛いって相当虫歯でかいです。ほんまにほんまなんですよ、これは。歯のこと、まあそのね、大学とか行って、結構知ってびっくりしたことの一つですね。虫歯で歯痛いってやばいぐらい大きいないとなんでやっていう、なんか虫歯ってだからよく言うじゃないですか、痛くないから虫歯大丈夫みたいな。それはほんまに違うんですよね。痛くない時って言ったら
そのちっちゃい時って何も症状ないんですよ、うん、本当に多分皆さんが思ってるぐらい、うん、そういう意味では冒頭の虫これあったら 100% 虫歯って言える時って、うん、ズキズキ痛い時ぐらいしかないんですよね、うん、確実に虫歯やみたいな、うん、そういうとかあとは黒くなってるとか、うん、穴発見したとかっていうのは虫歯やけど虫歯やね。だからなかなかね発見するのは難しい難しい。自分でそこまで奥の方まで鏡で見てるかって言ったら見えへんし、家の電気とかでは見えへんやろうし、うん、触ってみんとわからんとかもあるじゃないですか。やっぱり、うん、奥の方にちっちゃい鏡入れて自分で映し鏡で見るなんてやってないもんね。あら見つからへんし、歯と歯の間の虫歯なんかはレントゲン撮らんと私らでも見えへんから見えない時ありますね。全然ある、うん、そやからやっぱり歯医者行かんとわからんよね、うん、っていうのがまあ答えですよ。答えですかね。でもほんまになんか不安やなっていう人はちょっと一回ね見てもらったらいいかなと。定期的に見た方がいいと思います、うん、それは絶対そうだと思います、うんうん、はい、と食生活を改善する、それもめちゃめちゃ大事。ぜひやってみてね。やってみてね。チャンネル登録お願いします。お願いします。高評価ボタンもよろしくです。よろしくです。またです。またです。